伊藤梅は、東京都出身の女性タレント、元グラビアアイドル。リポーターの仕事や、地域活動の公務などで活躍後、独特な声と、個性豊かな世界観を活かし、リポーターからアイドルへ2008年2月に、伝説の秋はナンバーワンメイドとして、宇宙飛ぶ乙女はカエル色。で、CD デビュー。その後カリスマメイドアイドルとして、CM、バラエティ番組などで、活躍の場を広げる。 2014年12月その個性と世界観を生かし、可愛い,いを発信する可愛い,いクリエイタープロジェクト可愛い,い、スターズをプロデュース。各所で様々な夢可愛い,いイベントを開催。また、うさみみ制作クリエイターとしても注目を集めており、彼女が作り出すうさみみのクオリティの高さは他を寄せ付けない。現在もメルヘン可愛い,い世界観をコンセプトにふわふわと、 タレント活動を行っている。現在は、可愛い,いスターズ所属。特技は、日常英会話、文章を書くこと、ダンス、コスプレ、ハンドメイド、メルヘンな空間プロデュース、競輪予想、マージャン。趣味は、かわいいカフェ巡り、美容グッズ、魔法アイテム探し。2009年9月、成田優子とコンビ、名と優子を結成。M1 に出場する。 結果は2回戦敗退。グラビアアイドルとしても活動していたが、現在は卒業している。桃太郎電鉄ワールド年末年忘れ、オールナイトスペシャル。ゲストカップリング曲、ふわりキララ、DQCE-38 八イ一の夢夢マジック、CC-10632012 年7月25日、発売。 伊藤名夢夢ファンミーティングツアー開催2008年6月28日、29日、神戸ハーバーランドスペースシアター出演2008年8月30日前夜、祭りのステージと表彰のプレゼンターも務める。他のゲストはメロン記念日。2008年11月29日、30日、伊藤名ミニライブ開催2008年3月16日、 2008年10月18日、しかし、オーディションでのアガツ、チエミの実力と、オーディションに至るまでの取り組み方と存在感で、急遽、4人編成とすることとなり、審査員特別賞を設けアガツチエミが受賞する。以後、ユニット名と、ウィンクルガールズチエミン先生のとして活動する。活動再開は、現在不明である。ありがとうございます。